日本芸予諸島北条鹿島北条鹿島は愛媛県松山市北条地区の沖合にある島鹿島とも呼ばれる野生の九州地下が生息している北条港から都線で渡ることができる北条市街地から見た北条鹿島北条港から見た北条鹿島松山市北条地区の沖合400メートルにある周囲点五キロメートルの島標高は十三点八メートル 島全体に団地性常緑小溶樹が繁茂し、約260種の植物が生息している。鹿島の野生鹿は愛媛県指定の天然記念物であり、一部の個体は保護飼育されている。海岸沿いと山頂までの遊歩道がある。山頂には展望台と神宮皇業にまつわる遺跡、小野立の岩がある。島内にはキャンプ場、バーベキュー場、 海水浴場、旅館、売店のほか、北上地区の自然や文化についての展示を行う、松山市北上鹿島博物展示館がある。鹿島の周囲を航行する、周遊船も運航している。春と秋の鹿島神社の祭礼として、貝練りが行われる。愛媛県の無形文化財に指定されている。島内の飲食施設では、名物の鯛飯を食べることができる。鯛飯の由来は、 神宮皇后が三冠性抜に先立って鹿島に立ち寄った際に戦勝祈願として対名詞が出されたことであるという言い伝えがある。NPO 法人地域活性化支援センターにより恋人の聖地サテライトに認定されている。たまり、関戸島鹿島の西沖愛にあるいは、たまり、関戸島は三重県二見の夫婦眼に似ていることから伊予二見とも呼ばれる。 毎年春の連休の5月4日に、鹿島祭りの一つの伝統行事として、北条か沢や、新興会の手によって、大締縄の張り替えが行われている。言い伝えによると、1185年、この地を支配していた河野氏が、八島の戦いに参戦するにあたり、伊予二見に締縄を張って、戦勝祈願をしたところ、源氏法が勝利し、河野氏の武勇を天下に知らしめるところとなったという。 これにちなみ、1957年に復活させたもの。海上安全、五国法上、大量を祈願して行われる。当日は、張り替えの模様を見物する客を乗せた船も多数繰り出す。ありがとうございます。